Hello, everyone! ひろきながさ YouTube チャンネルへようこそ。今日はですね、10月3日月曜日でございます。先週からね、結構いろいろ盛りだくさんの内容になっているんですよね。台風17号があったり、あと、週末には Peace for Easy Living っていうね、音楽フェスで Bread and Butter だったりが、ライブをね、パフォームしてくれたりしたんですけど、あ、そうそうそう。茅ヶ崎テレビがね、その模様をシェアしてくれました。ありがとうございます。ライブ自体がすごい良かった。いいイベントだったと思ったので、こうやって映像に残してね、それがいろんな人に伝わっていくといいかなと。嬉しいかなと。僕も思ったりしますので。ぜひぜひ、機会があったら皆さんもどんどんシェアしてください。お願いします。はい。そんな感じでね、盛りだくさん。いろいろ盛りだくさんなイベントが続いているんで、ちょっと今日はね、週の頭始め、クールダウンする感じでちょっとチルに行きたいなと思っております。チルに。チル懐かしいね。チルブログって昔やったよね。このデイリーブログを始めた時、いろいろ試していたんですけど、その中の一つじゃ、確かチルブログっていうのもあったんだけど、これね、これ。いまいちチルになっていなかったっていう、そんな話でしたね。あれはね、確かね、懐かしいね。デイリーブログは本当やり始めて、倍速で生きてる感じがするんですよ。毎日。いろんなことを起きてるっていう。なので、ちょっとほんとたまにはクールダウンしていかないとと。そうそう、今日のブログがオンエアされるのが火曜日なので、テックトゥーズデーでもあるということで、ちょっと今日はね、ゆるいテックトゥーズデーとしてお届けしようかなと。はい。一応ね、気になってる人もいるかと思うんで、波チェックからのゆるいテックトゥーズデーと。そんな感じでお届けしたいなと思っております。ということで、今日も元気に、チルに、ゆっくり、行ってみましょう。どうぞ。はい、おはようございます。10月3日月曜日朝の10時を回ったところの白樺です。そしてこっちがサザンビーチ、ご覧の通り波はなし、今日はフラットでございます。何も割れてない、ちょっとドローンを飛ばすまでもないかなという感じかな。そしてね、潮回り的にはですね、今小潮でもうすでに上げ切ってんのよ。潮位が110を超えていて、このままずっと夜まで110引くっていう不思議ないびつな潮回りに当たっちゃってるんだけど、引いてる時間が深夜なので、そうだからちょっと湘南的にはですね、相性が悪いというそんな感じでございます。なので今日はアクティビティ的にサーフィンは難しいかなと、あと釣りもね、潮があんまり動かないと思うよというそんな感じでございます。はい、という感じで今朝のモーニングサーフレポートでございました。足全然いい感じ。これ全く寒くない。むしろクールダウンできてる。ほい、ということで、テックトゥーズデーやっていきましょう。スモールバージョンね。ちょっとしたテックトゥーズデーということでね。よくね、最近ドローンを飛ばしていると声かけられて、ひろきさん、ドローン始めるなら、どのドローンがいいですかとか、そのドローンはいくらぐらいするんですかとかね、いろいろドローンに対する興味関心がある人が多かったので、ちょっと今日はドローンへの最初の一歩を踏み出しやすい、初心者向けのドローンってどういうのっていうのをちょっと紹介したいと思うんですけど、ズバリもう結論から言っていくと、これフェロっていうね、ずいぶんもう前に発表されたドローンなんだけど、 DJI ドローン業界ナンバーワンが、技術提供した初心者向けのドローン、遠いドローンと呼ばれている分野ですね、のものなんだけど、でこれね、教育分野でも使えるように、プログラミングとかスクラッチとかでも動かせますよという、うちの学校ララキッズでもこれを使ってプログラミングを教えたりしているドローンなんだけど、これが非常に優秀で、ドローンをの飛ばし方とかなんとなく操作の仕方を覚えるには、まずはこんなレベルでいいよっていう感じ。これ家の中ね、外はあんまり風があるところ、
だと厳しいんだけど、これで確かね、安かったと思う。数万円だったような気がします。これは比較的安い方のドローンで、普通だとやっぱり、そこそこちゃんとしっかり飛ぶやつだと15万ぐらいしちゃうので、そっからスタートするのって大変じゃない。とはいえ、安いドローン、トイドローンになると、すぐね、ぶっ壊れたり、どっか飛んでったりするんで。Let's try, 回転。これがちょうどその技術力的には一番良くて安いっていうおもちゃドローンのテロって言うんだけど、これはいいです。まずバッテリーがこんな感じで、ここにもう入る、こんだけ、これが本体で、このボタンでオン、ついたね、ついた。でアプリで携帯で、スマホの携帯で飛ばせられます。 Wi-Fi つないだら、テロのアプリで、ほら、カメラが、ここ、映ってます。これ 720dpi だけど、録画もできる。そして、こっからよ。いくよ。ボタン一つで、離陸します。ほら。落ちた。落ちても結構プロペラがね、柔らかかったりするんで、まあ怪我もしないようにこのカバーがあると。もう一回行きましょう。ちょっと失敗。スワイプで行きます。ね。失敗。下から飛ばす。いくよ。来た。こんな感じですね。で、ちょっとした操作で、うまい。動かせられるので。これで、こんな感じで回して、で、自分の録画をします。はい。録画できてます。こんな感じで、画面上はね、そんな画質良くないんだけど、普通の、HD クオリティと比べると。でも、こうやって、ね。それで、弾道するのも、手のひらに弾道させることができます。おろす。ほい。はい。これ止めること。なかなかでしょ？なかなか。だから、結構皆さんね、ドローン何から始めたらいい？みたいなことを聞かれるんですけど、意外と、これもう3、4年前 ?4 年前ぐらいかな。まだ販売してるみたいなので、これは良かったですよ、と。うん。なんか変なトイドローンを買うよりいいかな。ちょっと気になる人用にリンク貼っとくんで、これのすごいのはプログラミング、スクラッチとかで飛ばすこともできるんで、プログラミングの勉強教材としてこれを使ったりもします。この前、中学校で講義をした、クリエイティブディレクターの仕事とはっていう講義をした時に、教室でドローンを飛ばしました。こんな入れ物の中に入って、ほら、これもう一台。白バージョンと黒バージョン。この2台を飛ばして、学校で、教室で、レースしたりしたら、子供たちに大受けしました。そうそうそう。だからこんなもんあるよね。はい。そんな感じの今日は緩いテックチューズデーだけど、大丈夫。大丈夫ね。OK。以上、軽いテックチューズデーでございました。と、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。